夜か、めっちゃ寒くて寒暖差でやられました。そう、私ダメなんですよね寒暖差、うん、申し訳ないです。そう、私寒暖差、なんか寒暖差アレルギーっていう言葉があるらしくて、でそんなの今までなあんまりなったことなかったのかな、わかんないけど、そう今日は結構ねすごかったです、ごめんなさい。あとは花粉とかいろいろもう被害を被ってます私は、はあ、今の時期本当に大変なんですよ、うん、フォローします、ありがとうございます、こんな化粧なしすいませんね。長野って寒いんですか？え、ちょっと教えてほしいです。明日、はい、長野冬の祭典に出演させていただきます。長野の、そう、テレビに出演させていただくんですけど、あの長野の天気は分からなくて、でも今日、明日はなちょっと雨っぽいっていうのは聞いたんですけど、寒いとお聞きしました。うん。どんくらい寒いですか分かんなくて、うん、寒い。新潟とね比べてあのどうですか寒そう、寒いイメージだよね、寒かった、なんですって。新潟とどっちが寒いですか、新潟とちょっと比べてこうあの聞きたいですめっちゃわがままですいません、うん、そうね、昨日はあのラーメン部とそば部のイベントがあって、もう本当に楽しかったです。あれですね、なんかみんなのコメント見てる感じ寒そうですね、長野の方が。わかりました、あったかくしていきますでもあれですね、なんか出演するときはきっと衣装だから、あ、てか衣装だからあれなんだけど、私服だね、こう着て長野行くときはあったかくしていきます。で翌日はそう東京なので東京はどうなんだろう、さすがにあったかいのかな、新潟よりは。でも東京でも全然寒いってことあるからさ、ちょっとね服装すごい悩んでるんですよね、うん、そうなの、明日はどうやら屋外みたいなので、そうあのお越しくださる方気をつけてください、本当にあったかくしててください、うん、だるまありがとう。東京あったかい、その日だけ気温高くなる、最高。え待って19度信じられないんだけど、え19度って何、夏じゃん4月中旬、やばい、半袖でいけるわそれ、ちょっとさすがに無理か。でももうじゃあ東京行ったら春の陽気が楽しめるえー嬉しい、まあでも一日室内だから安心なんだけどね。そういよいよもう明後日です明後日ですよみんな、なんか髪色もいい感じであの馴染んできました、なんかオレンジが消えて早速消えて茶色っぽくなっていい感じですよ髪色。わかる、待ってこれさ寒暖差アレルギーやばくない、明日明後日気をつける、できるだけあの自分で調節、体温調節できるようにしないと、うん、そうそう今日結構朝早起きでめちゃくちゃ、そう今日朝起きたら外が暗かった、そんぐらい早起きしたんですよ。でロケ行ってきて、そうでね、うん、なんか外のロケもあったんですけどめっちゃ寒くて、うん、でも日差しはあったかいみたいな新潟特有のあの気候でした今日は、うん、そうだね明日はアルビのいよいよ開幕戦だし、長野でお仕事できて、明後日は、うん、東京でおしゃべり会やって
幸せ頑張ります。もうこの週末は楽しむのみですね私、うん、ななみ目が赤い。嘘、それはどうなの気のせい、もしやメイクかな、メイクでなんか目が赤く見えるみたいな分かんない。あ、もしかしたら今日ワンちゃんと触れ合う機会があって、あれ出ちゃったかも、アレルギーが、うん、だから気にしないでくださいうん、昨日のラーメン部配信で見てた、ありがとうございます。配信でご覧くださった皆様も楽しんでいただけましたか、うん、ななみの目薬の刺し方独特、わかる、言われる、こう横に刺すタイプの、うん、え、わかんない、アレルギーじゃないかもしれないけど、わかんないです、アレルギーはないはずなんですけど、うん、昔はありましたけど。あ、田辺先生、あ、待って、田辺先生本当にありがとうございました。めっちゃ嬉しい、ほら見てください、超可愛くないですか。ちゃんと6人でね、ラーメン部みんなでのステッカーを作っていただいてありがとうございます。本当にもうこんな可愛いステッカー私もらっちゃいました。ここに私がいる、しかもポーズしてる。あ、なんかさ、田辺先生は私たちのことめちゃくちゃ分かってくださってるからこそのこのイラスト、可愛い、みんな改めて見ると、うん、嬉しいな、似てるしね、みんな。待って、めちゃくちゃ似てるんですけど3期生、やっぱ私のイラストはまだまだだな、弟子にもなれないわ田辺先生、うん、欲しいでしょこれ嬉しい、うん、そう、いや配信イベントめっちゃ楽しかったな、イベント、そば部のみんなとね出れて、うん、もうね、すごい、昨日劇場めっちゃ盛り上がったんですよ、そうね、でごメインプロジェクトのなんかもうなんか総振り返みたいなことをやったんですけど、すごいの、今回のごメインプロジェクトの総スタンプ数がもう前回を1000個くらい超えて4000個超えたんですよ。嬉しい、嬉しいし、しかもコンプリートした方が、前回2人だったんですけど今回3人、やばいんですよ。しかもちょうどコンプリートしてくださった方がちょうど昨日全員劇場にいらっしゃって、そう、もうねすごい、うん、やばいですよ、うん、だから一人ずつインタビューしたいんですよね。どういうスケジュールで行ったんですかって。だからご名員、まあコンプリートだけじゃなくていっぱい集めてくださった方、聞かせてください、私スケジュールもうどのようにしてスケジュールを組んだのか聞きたいです。そうだからね、スタンプ集めてくださった方全員どういうスケジュールで行ったのか、まあ、特にコンプリートしてくださった方気になる、どう行ったのか、うん、そうそうそう、だから3名の方は私のおしゃべり会に来てください、うん、佐渡3泊、え、待って、エチゴン、そうだ、3
3泊4日ね、すごい3泊4日、まあ確かに楽しそうだな佐渡旅行。うん、わかる、誰推しなんだろう、でもね誰推しなんだろうな、うん、そうすごいよ、嬉しい、コンプリートしてくださった方、あラブレター来た、ありがとう、すごいけど、でもあのそういっぱいスタンプを集めてくださった、今回ね集めてくださった方も本当に嬉しいです、うん、一人は知り合い、え知り合い誰もし連れてきてくださいハートありがとう、わかる、あのスタンプの T シャツ、全部のご名印がついてるスタンプの T シャツ、私たちが昨日着てたやつ、そう可愛いですよね、うん、その抽選もね当たった皆様おめでとうございます、昨日の抽選会イベントはもう大成功ですね、うん、すっごい楽しかった、劇場で見てくださった方すごいもう盛り上がりすごかったんですけど、ね、配信で見てくださった方もすごいね楽しんでいただけたみたいで、もう本当に幸せです、ラーメン部のねイベントをまたやりたい、またそば部も一緒に、本当に楽しかったから、そう対決とかもねすごい楽しかった、うん、そうなの、公演前あのもう客席中にどん兵衛がいっぱいもう敷き詰められてて羨ましかった、羨ましすぎて私もいただいちゃいました、どん兵衛3つもちょっとまだ食べてないけど、うん、そう最強どん兵衛あったかなんかね あったかなもらそれいただいた気がする、なんか最強って書いてあったやついただいた気がする、そういやそうだよ、そば部のねそば部のみんながいてくれたからこそねだよ、もうどん兵衛もだしこんなにね、うん、盛り上がって、そう今日のねそば部の配信もちょっと見てました全部は見れなかったけど、うん、レンタル遺跡ねそうリリのね大活躍で、もうね3期生めちゃくちゃ面白かった、みんなあこれバラエティーいけんじゃんって思ったみんな、うん、ね日清さんありがとうございます、家がどん兵衛だらけ、皆さん多いんじゃないですか家がどん兵衛だらけのあの方まだ劇場に残ってるよどん兵衛いっぱいあった、だから他のメンバーもあのどん兵衛みんな持ち帰れるよきっとそうそうそう持ち帰り現場をこう激写されてしまってそうなのね、いや公式さんの粋なツイッターものおかげで盛り上がったしさ、うん、あんかけのやつももらった、あとあのシンプルな、シンプルなっていうかあのスタンダードな緑のやつめっちゃ好きなんですよ私、わ、うん、かる、どん兵衛ってさあんなに種類あったんだって感動しちゃいました、前の席お客さんいなくて席にどん兵衛置いたまま、あ内緒で持ち帰ってもバレなかったんじゃないこんなこと言っちゃダメだ、うん、え50種類もあるの、そうしかもなんかそうお椀で食べるなんかやつもあって、そういろんな種類あったんだと思って、私さまあ行っても5種類くらいしか知らなかったんだけど、こんななかったの、しかもなんか最強のどん兵衛みたいなやつもあったなんて知らなかった、うん、ちょっと本当に申し訳ないんですけど今日テロップで終わりにしても大丈夫です配信ち
ちょっとね、そう今日も朝早くて、結構明日もちょっとだけ早いので、そして日曜日もちょっとだけ早いので、いや日曜日はだいぶ早いな、日曜日は本当に早いので、申し訳ないんですけど、この辺で終わってもいいですか、ごめんなさい短くてごめんなさい、また配信します、申し訳ございません、土日頑張ります、めっちゃ楽しみだからね、来てくださる方は風に気をつけてっていうか、その行く先々のちゃんと気温とか気候を見て来てくださいはい、ということでちょっと短かったんですけど、私もみんなと話せてよかったです、明日頑張ります、よろしくお願いします、あー初見さんごめんなさい、今来てくださったのにもう終わっちゃう、ごめんなさい、また配信するので来てください、あ見てください、明日は見守っててください、頑張ります、またね、ありがとう、おやすみなさい、また明日長野で頑張ってきます、楽しみ、またね、今日もコメントギフトたくさんありがとう、またね、おやすみ。